した分け合えるよ日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日のテーマはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。スニッカーズモバイトというものを食べたいと思います。前に普通のスニッカーズはデビューしたことあるんですけど、これはそれとはまた違うのかな。どういうことなんだ。モバイト、モバイルは持ち運べるみたいな意味合いだとしたら、でもスニッカーズってもともと持ち運べるよな。あ、なんか小分けになってましたね。なんかチロルチョコみたいにちょっと小さめで、で、開けてみるとやっぱりチロルチョコみたいですね。通常版より小さくて、その分持ち運びを簡単にした、分け合えるようにしたということなのでしょうか。で、分け合うには便利なんだけど、食べるには物足りないような部分もあるな。長い方がやっぱり食べ応えもあって、でそれは贅沢か。チャンネル登録よろしくお願いします。やはり通常版より小さいので1個だけだとなんか物足りないかなっていう感がありますね。分け合うのにはいいのかもしれませんが、一人で食べるといちいち開けたり出したりが面倒かな。で、味は通常版と同様なのですが、やっぱり一口で入ってしまう物足りなさがあって何度も言うようですが、で、ちょっと手間がかかってそこがマイナスになるかなっていう部分がありました。なので用途によって使い分けるのがベストだと思います。商品自体の美味しさは変わらないんですが、その点があるのでこれはこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。